ここ通ってました。あ、ここ通ってました。はい、通勤で。通勤、じゃあ OL マロの通、はい、あれですか、通勤ルート。通勤ルートですか。はい。へえ、これは続 YouTube で流してないからな。そうですね。あ、よかったよかった、うん、え、その時大森さんと結構あれ頻繁な、なんですか、定期的にご飯とか行ったりしてたんですか。はい、割と行ってました。ご飯行ったりカラオケ行ったり。でカラオケで一緒に当時2人で歌った動画とかをツイッターに上げてて、はあはあ、そこでなんかマロちゃんその時から知ってますみたいなのを言ってくれる方とかいて、はいはいはい、懐かしいです。へー、ゾックデビューでバーってあの生配信のライブで出たじゃないですか。はい、なんてか、まあ、いろんな人から連絡来ました。来ました。そもそもその前に、はい、また別のバイトをやってる時に、はい、そのバイトの子たちがゾック大好き で、へー、でライブに行くって話をしてて、私その時入ることも多分決まってない時ぐらいからその話を聞いてて、はははは、でなんかよかったら一緒に行きませんかみたいな言われてたんですよ。へぇ、その聖子ちゃん好きっていう共通の話題があって、はい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 、で、まあ、行けたら行こっかなみたいな思ってたんですけど、まさか出ることになるとは。なるほどね。ちなみにその、はい、そのツンクさんっていう、なんですか、まあ、日本代表する、はい、まあ、プロデューサーにプロデュース受けてて、でその後大森さんっていう、まあ、なんていうか、まあ、これからこう多分もう活躍していくであろう、まあ、プロデューサー兼、まあ、プレイヤーでもありますけど、はい、なんかどう違いますか。そうプロデュースされる側じゃないですか、はい、マロさんは、まあ、もちろん熱唱のメンバーってのもあると思うんですけど、うん、どういう違いがありますか。聖子ちゃんとかゾックはみんなで作っていくっていうのが過程がすごいあって、なんか今まではもう全部決められてるものにこっちがハマっていくっていう形だったんですけど、今はそれぞれの良さを、まあ、前が良さを出してなかったとかじゃないけど、今みんなで一緒に考えながらここもっとこうした方がいいんじゃないかとか、例えば衣装とかもカティが持ってきてくれたり、みんなで作っていく感じだから、あ、より自分らしさが今の方が出せてるんじゃないかなっていうのは思います。そうか、ってあのこの前の中野サンプラザのライブ、マロさんのお母さんが着たんですけど、あの衣装。そうです、そうです。いや、びっくりしました。普通にあの全く違和感のない、はい、最初からこの衣装だったんじゃないかみたいな衣装だったじゃないですか。そうですね。 あれすごいっすね、あのお母さんが作ったって。あれ、さすがデザイナー。でもデザインは一緒に考えて、はあはあ、まあ、自分の好きな形もあるけど、はい、それ以前にゾックのカンナギマロだったらどういう形の衣装を着るかとか、はいはいはい、すごいいっぱい考えて、でもあまりにも再現率が高すぎて、あの前のメンバーのそれも着てるんじゃないかみたいな、ちょっとプチ炎上じゃないけど着ちゃって、いやもう本当に一からパターンを敷いて作ったので、まあなんかせっかく新しく作ったのを他のメンバーの着てるっていう風に言われたのが悔しい反面、そんなに再現できてたんだっていう嬉しさすごいあって。いや僕は別にあの同じだと思わなかったんですけど、うん、普通に新しく作ったんだろうな、はい、みたいな。嬉しいですね。でまさか本人が作っ本人っていうかお父お母さんと二人で作るみたいな、はい、そんなアットホームな作り方されてるとは、うん、へえ面白い。え、その何ですか、僕別にそんな音楽に詳しくないんで分かんないですけど、なんかそのツンクさんだとなんか16ビートを刻むみたいなことがこう、うん、はい、なんていうんですか、よく取り沙汰されるっていうか、はいはい、ガンジャムとか見てると。どんなレッスンを受けるんですか、ツンクさんから。なんかひたすら曲が流れてて、そこでなんかタカ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 みたいな口ずさんだり、はあ、こうやってなんかこういう感じでリズム乗る練習、リズム乗る練習をするんですか。はい、とかあの音楽流してオケを流してもらって、どういう音が入ってるかをよく聞けみたいな、へー、で成り立ってる曲なのかっていう、そういうのがあるので、私だからオケ聞くの今もすごい大好きです。あ、歌、歌詞なしでってことですか。はい、歌、メロディーなしで。ここのギターかっこいいなとか、ここのベースラインめちゃくちゃかっこいいなとか、そういうのをめっちゃ聴きます。へー、そっか、アレンジ
をとにかくじゃあ聴けってことなんだ。そうね、だから私口ずさむ時に歌をなんか歌じゃなくて OK、うんうん、ギターのメロディーとかベースのメロディーを口ずさむじゃうへぐらい OK をよく聴きます。そうなんです。それももうハロプロの教えというかみんなやってることなんだ。でもまあそこまで音楽を追求してる人も割と少なかったですね当時は。だからなんかそういうところの考え方っていうんですかね、あくまでもアイドルがいいっていう子たちとなんかもっと音楽を知りたいっていうので、うん、こうやっぱ目指す方向変わってくるんですよね。だから卒業しようっていうのもありました。なるほどね。あ、僕あのあれの裏話を聞きたくて、はい、アイアムジュルムとかスマイルジめっちゃ好きな人がさ、そんなことも知らないのかって言われちゃったら嫌なんですけど、なんかあの一緒のその2万人から、はい、最後の2人になったその和田さんに、はい、が卒業するときに、うん、あのマロさんが書いた歌詞の曲歌ってますね。あ、はい、あ、そうですね。夢見る15でデビューして夢見た15で終わるっていうのが、それがなんかまあなんかすごいいい、なんかエモいなって思っちゃって、それを知ってなんか勝手にめっちゃいいなと思ったんですけど、あれはどういったいきさつでどういうふうにあのことが進んでたんですか。でもあれもあえて自分からやりたいとかは言ってなくて、まあ声をかけていただいて、まあ、本人が嫌だってならなければやろうって思ってて、ほうほう、なんかそれはあのあやちゃんが私のことを嫌いだからやりたくないって言う可能性があったわけではなくって、なんて言うんだろう、なんか結構リーダーだし今をすごい大切にする子なんですよ。だから別に前のメンバーが最後にライブに出るとかそういうものを望まない性格っていうんですかね、うんうんうん、そしたらやっぱそっちが盛り上がっちゃうじゃないですか。今を見てほしい、今仕上げたこの最終形態を見てほしくて、うん、そこから巣立つのになんか昔の思い出、はいはいはい、でなんかエモいのが多分好きじゃないと思ったんですよ、あやちゃんが、うんうんうん、だから断られるかなっていうのを思ってたんですけど受け入れてくれて、はいはい、でしかも歌詞見てすぐ分かったっていう連絡をくれて、へえ、なんか嬉しかったです。そのあのタイトルはマロさんが決めたんですか。そうです。いいっすね、素晴らしい、なんかかっこよかったです。その勝手にあ、こういう曲になってんだと思って。作詞家もやってたじゃないですか。はい。それはどういう風に書くんですか。例えばその夢見た15年15、はい、だとちょっとじゃあお願いしますって言われて、どっからどう考えたんですか。あれはでも思い出とかあの私にしか分かんないこととかをなるべく混ぜる、なんか私にしか書けないことを入れてほしいとかいう要望があってそこから考えてたんですけど、普段は誰の元に行くか分からない曲とかもあって、この子たちに歌ってもらうっていうつもりで書いてたけど全然違う人になるとかもあって、へえ、なるほどね。そっかそっか、作詞家になっちゃうとそうなっちゃうのか。はい。でそういううちになんかもっと自分のことを書けたら楽しいのになみたいなのもすごい湧いてきたんですよ。自分で歌うための曲を書けたら楽しいのになみたいな。私の主観だけで書いたらやっぱアイドルが歌う曲じゃなくなっちゃうこともあるから、なんかそういうところも難しくて、そういうのもあって自分で歌うものを投稿できたらいいなっていうのもあって、最初その事務所にいながら YouTube やってたんですけど。なるほどね、はい、一番最初に作詞したのは自分なんか、うん、CD 出てますもんね。卒業シングルの卒業シングルのね、はい、肩書きについて考えたやつですね、はい、そう、あれインタビューで聞いた時になんかその肩書きがなくてもこう私のこと好きでいていけるんじゃないかみたいなことをついたみたいな歌詞を書いたって言ってたじゃないですか、うん、はい、その時に確かになんか僕もなんかその時ちょっと肩書きとらわれる時期だったんでなんかちょっと考えさせられましたね。なんか肩書きのこと結構考えます。友達とかも、はい、なんかあの曲が出てからもう5年ぐらい経ってるんですけど、はい、なんかこの仕事してると恋愛においても肩書きってつきものだから、はい、考えさせられたみたいなの意見をもらって、なんか時が経ってもそう思ってくれる人がいるの嬉しいなって思う。いや、もうちょっと僕もだって7月まではテレビの仕事もやってたんですけど、もう8月からなんとかなってきたんですよ、YouTube が、はい、もう なってきたから、その YouTube の と、まあ、時々
大阪でこうじゃあゾックこういうのやってとか、なんかもしくはなんかそういう仕事ばっかするんですけど、だから YouTuber ですかって言われることがあるんですよ。でも YouTuber ってつもりないんだよなっていうふうに思ってるけど、 YouTuber って言うつもりなんだよなって思ってる俺肩書きにこだわったなとか思って、その時にあ、マーさんのあの曲思い出すなみたいなことを思ってね、なんか面白いなと思いました、その、はい、その歌が嬉しいね、はい、じゃあもう作詞は今後はどうしてなんかしたいあるんですか、うん、じゃあどんな風にとか。あ、でもよく言われるのはなんかゾックの曲は書きたいですかとか言われるんですけど、それは本当に思ってなくて、やっぱゾックの曲は聖子ちゃんが書いてくれる曲が好きで、それを歌いたいので、本当にそれはもう1ミリも考えてないんですけど、まあ依頼があったら他の方とかはまあ挑戦できたらいいなっていうのは思うし、まあいつかは自分のソロ曲とかもまた自分で書いたりもできたらいいなっていうのをすごい思います。なるほどね。まあでもそれは別にね、全然叶うあれですもんね、うん、叶えようと思えばというか自分が動けば、はい。ちなみになんでカンナギマロになったんですか、その、まあ、元々のお名前が福田カノンさんじゃないですか、はい、ゾックになるとゾックはみんななんかちょっとこう、うん、特殊な名字をこうつけるじゃないですか、です、ね、まあ、人によっては普通の自分の名字をそのままなってしまうけど、カンナギはこうどういうインスピレーションでというか。でも私元々の本名は検索した時にやっぱ前のことが出てくるじゃないですか、はあ、それをなんか塗り替えたくないっていうか、もうその名前でやってた時の活動に悔いがないから、その名前での活動はそれで終わりにして、新しい自分の中の名前を作って、はい、新しい経歴を作っていきたいなってことで、名前は絶対変えろとかは言われなかったんですけど、変えたいなって思って改名することにして、カンナギはまあいろいろ画数とか思う聖子ちゃんとカフェで考えてる時に、私がなんかかっこいい名字みたいな一覧の中でカンナギっていう漢字が出てきて、この巫女さんの巫女をカンナギって読むのかっこいいなって思って、調べたら画数もそんなに悪くなかったので、へぇ、カンナギって人はいるんだ、じゃあ本当にいいのかな、いるんだと思います、かっこいい名字出てくるんですもんね、はい、へぇ、なるほどね。じゃあその今カンナギマロなのか、もしくはまあそのご自身の、はい、なんていうか、あ、で10年後どんなビジョンですか、10年後どうなってたりとかありますか。あまり10年後はでも、まあ、ゾック今は、ゾック他のメンバーはもう結構ゾックの外に向けての活動とかもやってるじゃないですか、それぞれで、うんうん、ソロの活動とか、はいはい、そういうのが私はまだ後から入ったから、まずはゾックのファンの方たちに自分をゾックの中で知ってもらうっていうことをしてたんですけど、やっぱ私もずっとメンバーに頼ってるわけにもいかないので、はい、なんかもっと音楽は絶対続けてたいんですけど、いろんな形で自分のやりたい音楽を発信していけるような環境になってたらいいなっていうのはすごい思うので、まあ、いろんな人の歌を歌ってみたいです。いろんな人の歌、なるほど、いろんな方に曲とかを書いてもらいたい、へえ。いろんな人との化学反応を楽しみたいなっていうのもあるし、それをやっぱ向こうが花木まろちゃんとやってみたいなって思ってもらえるような存在になりなってたい。いいですね。あれでブランクって言っていいのかな、なんてそのアイドルやってない期間、はい、何年ありますか。多分5年ぐらいありました。その5年経ってみてそのアイドル業界変わったなって思うことありますか。あります。やっぱ私がデビューした時はそれこそアイドルは偶像みたいなのイメージが強かったけど、今はなんか、はあ、アイドルでもいろいろマヤチョとかもフェミニズムについて語る子がいたりとか、はいはいはい、なんかアイドルが受け身じゃなくなってるっていうんですかね、はい、面白く変わってきてるなって思います。そうか、自由になってるってこと。はい。へえ。ティフはどうですか、立ってみて実際。
やっぱすごい楽しかったし、周りの楽屋とかにいっぱいいろんなアイドルさんたちがいて、そういう現場がすっごい久しぶりだったので、やっぱアイドルっていろんな衣装だったり面白いなって思いました。いろんなグループがいて楽しいなっていう。なるほどね。この前の中野サンプラザのライブだったじゃないですか、はい、中野サンプラザってのはなんかあれ思い入れある場所なんですか？中野サンプラザ一応もう一番初めて立ったステージでもあるので、ま、バックダンサーなんですけど一番初めて立ったのが中野サンプラザです。2004年とかに立ったと思います。そっか、2004年でやってるんですね。はい。でそっから16年経ってまた中野サンプラザで、はい、そうですね。あれはどうでしたか？緊張しましたか？この前の中野サンプラザでのライブっていうのは。めっちゃ緊張しました。へえ。そういうと今まではどういうタイプだったんですか？緊張するタイプ、それとも。私はもうステージに立つまでは誰よりも緊張すると思います。だから緊張が収まらないから5分巻いて始まってほしいと思うぐらい立てば平気なんですよ。はい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 。だから早く立ちたかったです。あ、でもライブやるの久々で、なんかライブやったら結構感情がむき出しになるっていうんですかね。はいはい。そういう感覚があって。はいはい。しかもこんなに支えてくれる人たちが目の前にいるんだっていうのとか、他のメンバーと、もう最後の MC のところまで。はいはい。結構頑張って一個のライブを作り上げてこれたなっていう。はいはいはい。感極まるじゃないんですけど、そうです。感情が丸裸になる感覚がありました。今後じゃあゾックはどうなってきたとかありますか？なんていうか今で言うと割と若者を中心にって感じじゃないですか、はい、そのまあ特に女性が多いですもんね。10代から20代女性が中心ですよね、うん、メジャーデビューしてきますけど、はい、SNS とかで、はい、知ってくれてる人が多いグループ今は、はい、だから実際に名前は知ってるけどパフォーマンス見たことないっていう人も多いと思うし、だからこそなんか一過性のものっていうか流行りもので終わりたくないなっていうのもあるし、でもそうならないような音楽がすでにいっぱいあるけど、今聖子ちゃんが作ってる音楽がさらにこれから増えていくと思うと、なんかアイドルのまあ、ゾックはタバコ、あのカッティがタバコ吸うとかそういった意味でアイドルの枠を超えてるじゃないですか、はいはい、でもパフォーマンスの面でもわこんなアイドルはいないんじゃないかっていう、パフォーマンスとか音楽の方でアイドルの解釈の幅を広げていきたいなっていうのはすごく思います。かっこいいですもんね、ダンスとかで。はい。あ、ダンスは違いとかあるんですか、そのなんていうか。あ、全然違います、ね、ハロープロさんでやってたダンスとゾックのダンスのこう、なんかハロープロジェクトの時はもう音楽に合わせる、ただ音楽に合わせて可愛く見えてっていうのがあったんですけど、もうゾックのダンスは歌を歌ってるような気持ちというか、感情を体を使って表すっていうことがより重要になってくるから、なんか時にはやっぱ16ビートが邪魔ではないけど、リズム刻めばいいってわけじゃない部分とか結構あるので、ここは難しいです。ありがとうございました。今日はすいませんね、こんなちょっと全然です、ブラブラ歩きながら話聞いちゃって。あの猫ちゃんいつ買ったんですか？チャブちゃんでしたっけ？猫は7月ぐらい、6月か7月ぐらいです。何歳ですか、あの猫ちゃぶちゃん。猫はでもまだ、5ヶ月ぐらいですね。5ヶ月、そんなちっちゃいんだね、はい、あの子。なんでちゃぶなんですか？ちゃぶ台のような貫禄、ちゃぶさがあって、はい、人と被らない名前が良かったので、はい、ちゃぶ。今日あれですよね、大森さんとライブですよね、あの、はい、そうです。オンラインライブ？オンラインライブです。無料なんですけど。あ、そうか、 LINE ライブで見れる、はい、へえ。歌うんですよね？歌います。すいません、ね、じゃあ歌割りを考えてきて夜中まで。それって見てもいいですか？はい、これいいじゃん、これ
これ超貴重なんじゃないかな。直前にこれを撮れてるっていう。これを書いてきました。歌割りっていうのは何、これマロさんが考えたの？私が歌詞の意味とかを考えて、聖子ちゃんに歌ってほしいところとか、はい、いろいろ、へー、セットリストも自分で考えてきて。あ、そうなんだ。めっちゃ考えましたね。特にこのアナログシンコペーションの、はい、この部分が、はい、すごい私たちにぴったり来てるじゃないですけど、あのとだからもう、いいですね。絶対歌いたかったので、はいはいはい、はい、これにします。あ、いいっすね。え、何曲あるんですか？ 1、2、3、4、5、6、7、8曲。あ、8曲。あ、結構やりますね、普通に。はい。でも、まだ1曲迷って、カミソリガールを変えて、はい、呪いは水色にしようかなって。あー、なるほど。あれ、それ投稿し、カラオケで投稿して後ろに歌ってたって曲ですかね。違うか。呪いの水色は聖子ちゃんが産休に入る前の最後のイベントで、が私とのイベントだったんです。その時は、あ、話してた、ハロープロジェクトだったんですけど、はい、その時に2人で呪いの水色を歌って、最初は1回歌ったから違うのを聴いた方が楽しいかなって思ったけど、こうやって状況が変わった今もう1回歌うのもいいかもなって生き死に思ってきたので、迷い中です。ちょっとじゃあどっちになるか楽しみですね。一人でできるもんやらないんですか？やります。あ、やるんですか？はい。え、あ、これ、この、こんな YouTube でいっちゃっても大丈夫ですか？あ、大丈夫です。え、本当ですか？早く始めれるようにしてるんですけど。あ、言ってるんですね。一人でできるっていうか、一人でのチャンネル？あ、マロチャンネルができるんだ。はい。すごい。作ってもらう準備をしてて。はい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 。あのゾークの YouTube のマロさんの動画作った時に、はい、あのハロプロのオタクの人ってやっぱ愛深いなと思ったから、なんかパイパイデカミさんが僕何の面識もないのにすごい長文の DM をくださって、はい、なんかあの動画を作ってくださってありがとうございますみたいな、はい、なんかマロのことが知ってる人も知らない人も全部わかる感じになっててありがとうございますってことを言ってくれたんですよ、はい、そっから ありがてえと思って、すごい知らなかったです、それは。そうっていうのがね、連絡が来たんですよ。そう。で、そこからあの3人のコーナーが生まれたんですけど、そこからなんか、おもりさんが私、デカミさんとなんかやりたいとか言い出して、うん、マロも呼びたいみたいなことになって、あ、なったんですけど、そうそう、それを言うの忘れてた。優しい。そうそう。みっちゃんともやってますしね。あ、そっか。え、そうか。今でも、あとアイドル誌とかのインタビュアーさんとかと同じ方だから、はいはい、会うこともあったりして、みんな、なんかすごいやっぱりステージが似合うねっていうのを中野美って言ってくれたのがすごい嬉しかったです。なんか他のフィールドに行っても応援してくれるというか、はい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 、なんかそれこそハロープロジェクトだから好きって言ってくれた人もいたと思うけど、場所が変わってもそういう言葉をかけてもらえたのがすごい嬉しいなって思いました。そうっすよね。いや本当そう、すごい、なんか本当にその文章からもう猛烈な愛情を感じてそのデカミさんの、そう、すごいね、なんかね、すげえなと思いました。そのそこまでこう相手を好きにさせてるってことは、